ラスカ通信。中谷内次郎。アユーシャンを越えて。7月6日の午後、ノース、ウェスト機で羽田を立った時は、雨の中であった。しかし間もなく雲の上に出たので、気象状態はそう悪くなかった。時々霧雨が窓を濡らし、灰色の雲がちぎれちぎれに飛ぶ。そして木は時々軽く揺れた。ところが千島の沖へかかった頃から、急に気流の状態が良くなった。36人乗りのあの大きい飛行機は、まるでピタリと空中に静止したように、ちっとも動揺が感じられない。会場はすっかり濃霧に閉ざされて、霧頂きは5000フィートくらい、その霧の上面は、水平な平面になっていて、積雲型の細かい凹凸が綺麗に並んでいた。霧の状態は極めて安定なようであった。後でフェアバンクスの気象台で、その日の天気図を見せてもらったので分かったことであるが、弱いが複雑な構造の不連続線が、ちょうどこの頃にこの航空路を通り抜けて、太平洋側に出た後だった。それで気流の状態は上々であった。薄明が長く続いて、午後8時頃に、太陽がようやく霧の高原の彼方に落ちた。水平線に近い空が、一面の茜色に染まり、一点の雲もない青磁色の天空に、その茜色が美しく溶け込んでいた。霧頂は見渡す限り、一面の薄青い透明なネズミ色である。目隅を薄めたような色をしている。羽田を出て5時間くらいで、もう全く別の世界に入ったのである。しかしこの天空の世界と、濃霧の底に横たわっている地上及び海上の世界とは、全くひどい違いなのである。戦争中に根室の町外れで、この濃霧の研究をした頃の思い出が、ふと頭に浮かんできた。物質文明からも、近代文化からも、全くかけ離れた荒涼たる磯辺で、人々は霧雨にぐっしょり濡れて、黙々として終日働いていた。この太陽から見放された世界は、色のない世界であった。北国の海に特有なこの恐ろしい濃霧が、千島からアユーシャンにかけて、じっと垂れ込めている今の時期には、海上の人々は、生命がけで手探りの航海をしなければならない。しかし飛行機にとっては、今が一番ありがたい気象条件にある。9000フィートから1万フィートくらいの高度で西寄りの気流に乗って滑るような飛行を続けている。というよりも飛行機は空中の一点にじっと止まっていて景色だけが極めて徐々に移ってゆく。プロペラの回転もそうやけに激しくはなく速いがしかし落ち着いた回転を定常的に保っている。非常に力強い感じである。定期航空路も、ようやく本物になったという気がする。空の茜色もいつか消えて、周囲はようやく暗くなってくる。すると今までは気がつかなかったが、エンジンカバーの隙間から見える排気の火が、赤く見えてくる。900度くらいにもなっていそうな火の色である。その日の色をじっと見ているうちに、いつの間にか眠ってしまった。スチュワーデスにバンドを閉めてくれと注意されて、目を覚ましてみると気はだいぶ揺れている。外は枕であるが、霧の中に降りたらしい。セミア島に着陸の用意をしているのであろう。何も見えない真っ暗な霧の中で、火はランプを明滅させている。ランプをつけるごとに、窓を打つ霧が白く光る。そのうちに海面が黒く見えてきた。
海面に近いところだけ、霧がちょっと切れているのである。そして真っ暗な海上の彼方に、たくさんの火が、一直線に並んだのが一瞬見える。セミア島の滑走路の照明である、アユーシャン群島の先端にあるこの孤島に、夜間着陸装置の完備されているのにも、覚醒の感が深い。リンドバークの、北方の旅、も、そう古い話ではない。この魔の空路を征服するために、リンドバーク夫メアは、生命をかける思いをしたのである。この10年の間、日本だけが取り残されているうちに、世界は飛躍的に進歩していたのである。木は完全に霧の下に降りた。大きく一回りすると、滑走路の明かりが2列に並んでキンキンと見え、やがて木は正確な着陸をした。午前0時30分である、真っ暗な外に出てみると、風が激しく吹いている。そして冷え切り冷めが顔に当たる。周囲6、7マイル程度のこの北海の孤島は、おからしいものもない平らな小さい島である。木はもちろん一本もなく、千島からアユーシャンにかけての激しい風に、いつも吹きさらされている詳しいところである。給油の1時間の間、バスで少し小高いところにある待合室に運ばれる。草らしい草も生えていない、裸の黒い土地であった。待合室の建物も、途中の倉庫めいた建物も、皆土地を掘って建てられ、半分は地面よりも下になるように作られている。もちろんこうするより他に仕方がないのである。待合室の中は暖かく、電灯が赤々とついている。熱いコーヒーを一杯飲んで、真っ暗な外へ出てみる。よく見ると、掘り上げた土を建物の周囲に持って、それを幾分ロックガーデン風に作ってある。この恐ろしい島に住まねばならない人たちへの、せめてもの心尽くしなのであろう。このガーデン風にちょっと手を入れてあるところに、千島などと同じような高山植物が、可憐な白い小さな花をつけている。その外には、牧草風な雑草が少しあるくらいで、一面に荒れ果てた土地である。霧雨に濡れて寒いので、すぐ部屋の中へ入る。1時半出発。わずか30分くらいのうちに、もう外は薄明かりとなり、東の空が白んでいる。時計の針を2時間進めて4時半にする。もうだいぶ東へ来たという気がした。木は急速に高度をとって、どんどん登っていく。そして6000フィートくらいのところで、やっと霧の上に出る。そしてまた落ち着いた静かな飛行に移る。アユーシャンの島々は、一面にこの霧の下に埋め尽くされ、相変わらず平坦な霧頂きの上の飛行を続ける。セミア島の画面をカットすれば、前通りの景色の連続である。しかし空はだんだんと白んでくる。いつの間にか寝込んでしまったが、ふと目を覚ますと、茶褐色の平らな土地の上を飛んでいる。空はよく晴れ、白いちぎれ雲が、点々と下を流れている。アラスカの本土からずっと西へ伸び出ているアラスカ半島の上を飛んでいるのである。初めて見るアラスカの土地は、予想通りに、人海を遠く離れた景色である。立ち木らしいものは、ほとんど見られない。ただ一面に平滑な、赤くはげた土地の上を、原始状態の川が縦横に流れている。そして彼方にアユーシャン山脈の険しい岩山が、たくさん並んで黒く見える。いずれも設計が無数にあって、
細い真っ白い線をなして岩肌を筋取っている。どの渓谷もみんな、よほど険しい深い V 字型渓谷になっているのであろう。やがて遥か彼方、煙霧めいた層雲の上に、高い真っ白な峻峰が二つ並んで、その姿を現してくる。はじめはちょっと真っ金霊かと思ったくらいの壮大な岩山である。しかしやはりアユーシャン山脈中の後方であることがわかった。一万数千フィート級のものらしい。それでも寒帯地方の高山だけに、初めて見る峻厳な山の姿である。憧れのアラスカへついに来たという感じがした。アンカレージの近くへ来ると、さすがに緑の土地になる。しかし針葉樹の祖林と灌木との平坦な土地で、見渡す限り一面の湿地帯である。氷河の名残である小さな沼が、この平らな湿地帯の中に、無数に散在している。人間の営みらしいものの気配は、やはり全く見られない。依然として原始の土地である。この湿地帯の続きの中に、近代設備の完備したアンカレージの飛行場ができているのである。アラスカの第一夜、はじめはアンカレージに一泊して、すぐシアトルへ飛ぶ予定にしていた。せっかくアラスカを通るのだから、気象関係の人にでも会って、アラスカの雪と氷との資料を、少しもらって帰りたいからであった。それで移民館の人に相談してみたら、アンカレージではとてもダメだろうという。アラスカではフェアバンクスの大学へ行かないと、そういう問題に興味を持っている人には会えないだろうという話であった。もっともご自身は興味があるらしく、話をよく聞いて、いろいろ親切に教えてくれた。それで急に気が変わって、フェアバンクスまで足を伸ばそうという気になった。しかしノース、ウェストの方では、確かなことがわからない。それでタクシーを頼んで、とにかく町へ出て、アラスカ航空会社の支店を訪ねることにした。町までは5マイルくらいあり、その間ずっと、トドマツと活用樹とがまばらに立っている原野が続いている。この人での全然は言っていない原野の中に、道路だけは非常に立派にできていた。運転手は日本人は珍しいと言っていろいろ話しかけてくれた。中国石化の日本に及ぼす影響はどうかというのが最初の質問だったのには、少々驚いた。そしてマッカーサーはうまくやっているかと、まるで自分のおじさん見たような口を聞いていた。それよりも驚いたのは、タクシーに全部無線電話がついていることであった。動き出す前に運転手がそう脇を取って、どこどこへ行く、というようなことを言う。すると向こうからすぐ返事が来て、これは拡声器から出る。一体それは何かね、と聞くと、オフィスに通知するのさ、と。少し怪訝な顔で答える。きっとひどい田舎者が来たと思ったに違いない。市街についてみたら、アラスカ航空会社と、ノース、ウェスト会社との出張所同士で、話は簡単に決まっていた。しかし今日はもう便がないから、明日にするより仕方がない。それともチャーター、ハイヤー、で行くかと聞く。とんでもない話である。飛行機を一台借り切って、フェアバンクスまで飛ばすなどということは、夢にも考えていなかったので、はじめは意味がわからなくて、ヘドモドした。もちろんアンカレージに一番泊まることにしたが、今はホテルはどこも満員で、ちょっと見込みがないという話であった。それでもう馴染みになったタクシー君に、
どこでも良いからなんとかしてくれと頼んだ。そしたら名前だけは、メルローズ、ホテルという立派な名前の家へ連れて行ってくれた。四角な木造の、札幌などでよく見る下宿屋のような格好の家である、ベルオースと、半身裸で、胸の毛のもじゃもじゃした大きい男が出てきて、運転手と何か早口で、喋っている。ちっともわからない言葉である。怪訝な顔をしていたら運転手が私の方を振り返って、一人部屋が欲しいのか、アイアドでもいいのか、と普通の英語に翻訳してくれた。砂金でも掘りに来たのかと、思ったのかもしれない。愛客はさすがに平行なので、プライベートルームを頼む、と言ったら、窓のない真っ暗な部屋へ案内してくれた。そこにもベッドが二つあるので、二人分を払うことにして、やっと落ち着けた。向かいの部屋は窓があるので、そっちの方をちょっと覗いてみたら、単鉄で作った上下二段のベッドで、入れ墨をした先生が寝ていた。それでこの真っ暗な部屋でも、ありがたく落ち着くことにした。外国へ一足踏み出して、第一夜が窓のないキチン宿というのも少し凝りすぎているが、時々こういうことには経験があるので、別に慌てはしなかった。部屋にいても、どうにもしようがないので、あてもなく街をぶらぶら歩いてみた。新しく建設されつつある街で、米国の新開地というものはこういうものかと、大いに参考になった。荒い格子の模様の赤いスウェーターを着て、広しつばの帽子を阿弥陀にかぶった男に、たくさん行き合う。アラスカ物語、の主人公を、勝手に想像して、いい気持ちになって、町外れまで二度ばかり往復してみた。白明の中をぶらぶら海岸近くまで行ってみると、カバの雑木林の中に、ハマナスと空色の風鈴草を見たような花が、たくさん咲いていた。ちょっと感傷的になって、一か二花手帳の中に押した。そのうちに腹が空いてきたので、どこかで夕食をと思ったが、なかなか格好の店が見当たらない。アラスカ物語の主人公たちがいっぱい入っている店は、どうも勝手がわからない。散々探して、普通のレストラン風の店をやっと一軒見つけた時はちょっと嬉しかった。アラスカは物価が非常に高いそうで、ここのディナーでは、ミドルハン取られた。日本化にすると、1300円くらいになる。しかし前菜、カクテイル、小エビ、野菜サラダ、大きいニューヨークステーキ、アイスクリームと、大変なごちそうである。コーヒーとパンは、もちろん無制限で、かつ無料である。これでお腹がいっぱいになって、いい気持ちでキチン宿の第一夜はぐっすり寝た。翌朝洗面所で顔を洗っていると、昨日の入れ墨の先生がやってきて、アラスカへ何しに来たのかい、と聞く。顔に似合わぬ優しい声なので、ちょっと意外であった。分身といっても、胸に十字架。両腕は鳩が羽を広げて飛んでいる絵柄である。日本の栗からモンモンとはちょっと気分が違っている。しかしそうアラスカナジをたくさん作るのも考えものなので、素晴らしい土地ですね。大いに気に入りました。到着を濁して失礼した。フェアバンクスにて。アラスカの第一夜は、ことなく明けた。フェアバンクス行きの飛行機は、10時20分離陸。アメリカ本国のお金持ちで、夏の旅行に来たという格好の人がい、6人いる。事実アラスカの空の旅は、
金持ちになったらぜひ一度流行るべき空の旅である、アラスカ山脈の絶景。マッキンレイの春眠ね。見渡す限りの荒涼たるアラスカの大平原。その中を悠々と流れるユーコンの支流テナナ川の蛇行。すべて日本で考える景色とは、まるで桁が違っている。阿寒の雄大な景色で観光客を云々などと気楽なことを言っていても始まらないということがよくわかった。それにしても日本人のくせに、アラスカの空の旅などとは、言えたぎりではないのだが、これも雪と氷のおかげである。北米第一の高峰2万300フィートのマッキンレイと、雲の上で対面して、大変いい気持ちになって、フェアバンクスへ着いた。ちょうど12時である。アラスカといっても、さすがに人だけあって、繁華街は立派なアメリカの都市である。荷物は全部アンカレージで、シアトル行きの飛行機に頼んでおいたので、書類入れのカバン一つの身軽な旅である。日本を出て2日目というのに、もう朝学ぶ考えで駆ける時のような姿で、アラスカの中心部を歩いているのだから、不思議な話である。しかしまずホテルを取っておかねばならないと思って、に、見聞いてみたが、夏のフェアバンクスで、予約なしにホテルに泊まれると思っていたのが、大いに不覚であった。どこのホテルへ行っても、見事に断られて、さすがに少し不安になってきた。それでとにかく大学へ行ってみようと思って、タクシーに乗った。大学は郊外5マイルのところにあるという。街を外れると、急に未公の荒野である。大都市の郊外という概念は、アラスカの場合には、全く当てはまらない。街を一歩出ると、人家はもちろんなく、畑の形跡さえ見られない未婚の原野である。そして細い活用樹と、トド松の北海道で言えば15年生くらいの小さい木が一面に乱雑に生い茂っているばかりである。その中を道路だけは、むやみと立派な広い舗装路が、真素直に通っている。すっかり人跡から離れたと思う頃、小高いところに立派な建物がたくさん見えてきた。それがアラスカ大学なのである。たくさんある建物の中で、いい加減なところにタクシーをつけさせて、学生らしい男に聞いてみたら、運よくそれが地球物理学教室であった。誰に会いに来たのか、と聞くから、誰でもいい、雪や氷に興味を持っていそうなプロフェッサーのところへ案内してくれ、と頼んだ。学生は戸をかしげながら、一体あなたはどこから来たのか、と聞く。日本から来た、いつ来たか、今日来た、この大学で誰も知らないのか、知らない。問答の末それでは主任教授のところへ行くより仕方ないだろうなということになって、連れて行ってくれた。会ってみたらそれは四層の権威であるシートン教授であった。ちょっと意外な開口である。会うのはもちろん初めてであるが、名前は互いに知っていた人である。それに今度アメリカの気象学会で、気象学用語を出すことになっていて、シートン教授も私もその執筆者の中には言っている。いわば同僚であった。こちらも驚いたが、先方の方がよほど驚いたようであった。あなたがこんなところにいようとは思わなかった、と言ったら、君がこんなところへ突然やってこようとは思わなかった。と言っていた、1940年以来最初の日本人だということであった。しかし大変喜んで、すぐ教室の先生方を集めて、
今日と明日とのプログラムを作ってくれた。ホテルはどこかと聞くから、なくて困っていると言うと、すぐ電話をかけて探してくれた。そしたら難なく見つかった。この大学は最近までカレッジで、アラスカ農工学校と呼ばれていた。研究室なども最近まで非常に貧弱であったそうである。ところが戦争中にユニバシティになり、現在はシートン教授を中心として、イオン層の研究を教室一同で、盛んにやっている。アラスカは何と言っても、ごく最近まで、金鉱物語の現場であった。今でも入れ墨をした、アラスカ物語の映画に出てきそうな男が、首都のフェアバンクスでも見受けられるくらいである。そういう土地にユニバシティを作っても、学生はそうたくさんは集まらない。全アラスカから集めても大した数にはならないはずである。現在350人くらいの学生がいるだけだという。しかし研究室は立派なものである。ここの教室の表看板であるイオン層の研究は、無線通信の障害を除くのが目的で、その研究にはフェアバンクスが一番地理的に有利な立場にある。それからオーロラの研究もやっている。太陽からいろいろな粒子が飛んできて、イオン層の上のところで北極光を生ずる。この北極光は、北極から少し下ったところに発生するので、フェアバンクスがちょうどその中心地に当たっているのである。北極光というと、ノルウェーの学者たちの研究が、昔から有名であり、日本でもその研究はよく知られている。しかしアラスカにおけるこの方面の研究は、ほとんど知られていない。ところでこの北極光の研究を、アラスカ農工学校時代から、一人でコツコツとやっていた学者があった。フーラー教授という人で、近年亡くなったが、その人が十何年か一人で北極光の写真を撮りながら、観測を続けていたのだそうである。しかしアラスカ農工学校の研究など、誰もあまり注目しないので、フーラー教授はいわば不遇のうちに亡くなったわけである。研究費などもほとんどなかったそうである。ところが近年になって、無電の発達につれて、電波の伝達と密接な関係のあるイオン層の研究が、実用上非常に大切な題目となってきた。それでアメリカ政府は、このアラスカの大学に、地球物理学研究室を作り、フーラー教授の研究を続けるとともに、新しくイオン層の研究を始めることにした。それでイオン層の権威であるシートン教授を主任教授として、30名近い研究員を配置して、大々的な研究を始めたのである。この地球物理学研究室は、昨年から大きい研究所に発展して、立派な建物が建造中であった。コンクリーボク3階建てで、建設費は100万ドル。日本金にして3億6000万円の良しである。モード台は完全にできていた。あとは早く進行するので秋までには外側を作り、年内、1949年にはもう引っ越しをするという話であった。これが出来上がれば、フーラー教授の死は完全に遂げられるわけである。アラスカ農工学校で、農業にも工業にも関係のない北極光の研究などをしていたら、きっと周囲から冷たい目で見られたに違いない。しかしその研究は、学問のためにはもちろんのこと、大学のためにも大いに役に立ったわけである。地
地方にある大学は、その土地に立脚した研究をした方がいいという一つの例になるかもしれない。それは単に得になるというような資金な意味ではなく、学問の上から言ってもいいことである。ところで面白いことに、雪や氷の研究は、ここではあまりしていない。それで一度雪の話を頼まれた。総長や、学部長も出席して、今後この大学は地理的に見て、雪や氷の研究にも進みたいと言っておられた。大学のいわゆる上の人たちが、皆研究には非常に熱心なので、ちょっと感心した。アラスカ大学の研究、フェアバンクスの第一夜は、太陽がほとんど沈まないので、すっかり寝そびれてしまった。翌朝シートン教授が自動車で迎えに来てくれたので、眠いのを我慢してついて行った。車中でアラスカ航路の話が出た。登場で一部壊れたが、それは工事を急ぎすぎたために手抜かりがあったので、もうすっかり治っているそうである。昨年の夏はシートン夫人とお嬢さんたち見人だけで、ニューヨークから21日がかりで、フェアバンクスまでドライブしてきたという。10年前ならば、アメリカでもまるで夢のような話である。ここの大学の研究は、前に言ったように、フーラー教授のオーロラの研究から始まったイオン層の研究にまとまっている。フーラー教授の北極光の研究は、もちろん続けられている。フェアバンクスは、北極光の見える圏の中心部にあって、毎晩北極光が見られるので、研究には地の利を得ている。初めてシートン教授に会った時に、この話を聞いて、それはありがたい、と言うと、夏はダメですよ。夜がないから。もっとも今日ついたのでは、まだわからないだろう、と笑われた。ここの北極光の研究は、ノルウェーのステルマーの方法と大体同じく、遠く離れた日点から、同一の北極光の写真を撮り、立体鏡の原理で、その高さを計算して出すというやり方であった。係の若い研究者が、たくさん写真を見せてくれたが、数秒の間にどんどん形が変わっていくので、二観測地点間の厳密な同時撮影なども、なかなか難しいようであった。イオン層の研究は、ジョーンズ博士が担当していた。原理は英国のアップルトン教授が、もう25年くらい前から始めていた方法と同じである。短波を送り出して、イオン層から反射してくるのを受けて、その高さを出す方法で、別に珍しいことはない。ただここでは垂直に上へ送り出して、同じ部屋で反射を受ける点が違っていた。その24時間連続観測を、もう2年近く続けてやっているそうである。E 層からの反射と F 層からの反射とが、日変化、月変化、および長期変化をするのを、こうして根気よく測り、イオン層の電子密度、温度などを、詳しく調べているのである。月の影気の影響が最近やっとはっきりつかめたと、ジョーンズ博士は大変喜んでいた。こういう研究は、一箇所でいくら詳しくやっても、大した結果、特に実用的な効果は得られない。それでこの研究は、もっと大仕掛けな無線通信の障害防除に関する全米的な研究の一部としてなされている。この研究と限らず、脳家博士の放送電波の受信障害に関する研究にしても、その特徴は、全米国内の各地で、
いろいろの学者が同一の問題について、共同研究をしている点にある。科学が実際に役に立つためには、この共同研究が絶対に必要である。アメリカの科学が近年急速にその実を結びつつあるのは、一つはこの共同の精神にある、気象学者はヤーク教授ただ一人である。その研究も、やはり無線通信と関係している。波長数センチの超短波の通信が、気象状態によってどう妨害されるかという問題を研究していた。この問題では、上空の低温における湿度の測定が一番の難関である。低温における湿度の測定は、一時はダンモア型の電気湿度計で、問題が解決したように思われていた。しかしああいう間接的な方法では、やはり最後のところで決め手にはならない。結局光電管でも使った露天砲が、一番いいのではないかという話になった。この低温における湿度測定の問題は、あまり応じかけの設備もいらず、しかも気象学の根本問題に寄与する問題である。日本などで落ち着いて取り上げるには、学校の研究題目であろう、シートン教授との話の中で、日本の科学の前途に対して、大変参考になる話が出た。それは戦後の英国の研究である。英国も今度の大戦で、経済上の痛手がひどく、基礎方面の科学の研究には、戦後あまり金が出せない。しかし大した機械や設備を使わないで非常にいい研究がぼつぼつ出てきている。アメリカの研究は、どうも機械負けがする傾向があるという意見であった。原子力の研究のような場は問題が違うが、もっと広い意味での物理学の研究には、まだまだ広い分野が残されているのである。原子力の世界になっても、金も設備もなくて、という弁解の言葉は、やはり通用しないようである。講演後の受け博士が、野外観測所を案内しようと言って、大学から6マイル離れたところにある通信障害観測所へ連れて行ってくれた。そこは全くアラスカの荒野の真ん中である。少し開けた草原の中に木造の観測所が一軒あり、自動車が2台、ひどく汚れたまま、放り出したような格好で置いてあった。中へ入ってみると、見人の若い観測者が、記録の整理をしていた。三方の壁には、一面に磁気受信記録計がいっぱい並んでいる。ワシントンとハワイとの放送を、四段の波長に分けて、それぞれ連続的に記録しているのである。昼夜連続の記録をもう8年取っているという太陽黒点の周期が約12年なので、小区もその一周期は観測する必要がある。あと2年はどうしてもかかる。根気のいい話だ、と、脳家博士は苦笑していた。これらの記録は、一応の整理をして、ワシントンへ送られ、各地の記録と付き合わせて調べられる。そしていろいろな結果が得られるのである。したがってここの研究者たちは、高層な大建築の一部を作っているようなもので、スターには永久になれない。しかしここはまだいい方で、無線通信の障害のうちには、いわゆるデリンジャー現象と、極地方現象とがあるが、その極地方現象がはっきり出てくるので、少しは楽しみがあるようであった。外へ出てみると、大変中である。カラフトのツンドラ地帯などでも、夏の蚊にひどく苦しめられるが、アラスカはそれ以上である。
どこでもいいから手を開いて一握りすると、120匹の蚊が取れると、脳家博士は冗談を言っていたが、まさしくひどい蚊である。冬になればもちろん蚊はいないが、その代わり一日中真っ暗で、気温は零下40度くらいの低温が、2週間も続くことがあるという、生優しい研究ではない。もっとも暖房は十分設備がされている。地下室に重油バーナーの暖炉があって、熱気が直接に床の格子の間から昇ってくる。電力は十分使えるので、動力線も電話線も、まとめて地下室から地下ケーブルで大学まで行っているのだそうである。自然の猛威と戦っているという感じが、この何の変哲もない小観測所の中に、よくみなぎっていた、北極圏内の生活。フェアバンクスで、一番並行したのは、夜がないことであった。いつまでも明るいので、ついうっかり手紙の整理などしていたら、11時半になった。慌てて床に入ったら、いい塩梅に少し薄暗くなってきた。ところが少しうとうとと眠ったかと思うと、もう周囲がすっかり明るくなったので、びっくりして起きた。太陽はもうだいぶ昇って、雲が真っ赤に光っている。時計を出してみると、まだ夜中の1時半である。話には聞いていたが、実際にこの夜のない世界に来てみると、少々勝手が違って並行した。飛行機がいい塩梅とばかりに、ゴーゴー飛んでいる。犬も寝にくいと見えて、よく吠える。どうもうまく寝つかれないので、街に出てみたが、これがまた異常な光景である。店は全部表戸を閉めて、シーンと寝静まっている。広い大通りの両側に、ショーウィンドウだけは綺麗に並んでいるが、道の真ん中には全く人影がない。それでいて太陽はもう高く昇っていて、すっかり昼間の光景である。その中を少し歩いてみたが、どうも調子が変である。白昼の大都会に何か異変が起こり、人間だけが突如として消え失せた世界のようで、少し薄気味悪くなってきた。それで写真を一枚撮って、早々に切り上げてホテルへ帰ってきた。夏はそれでもまだいい方で、冬になると、この正反対になるのだから思いやられる。昼前11時頃にやっと東の空が少し明るくなる。そして昼食を済ませて一休みしているうちに、もう夜になるのである。半年近くそういう状態が続くのであるから、保健所にもいろいろな問題が出てくる。大学の食堂でシートン教授にこの話をしたら、その通りだ。学生の健康については、それで十分注意している。太陽灯もつけているが、その他にビタミン D を十分取ってその補いをしている。と言っていた。そしてすぐ目の前にあったカーネーション、ミルクの缶を指さしてみせた。よく見ると、ビタミン D 添加、と印刷してあった。気温はクリスマス前頃が一番寒くて、零下40度くらいの玄関が、2週間近くも続く。最低は零下51度という例が、昨年もあったそうである。川はもちろん氷、11月中頃から5月初旬までは、自動車が通れるという。もちろん一番ひどい玄関の間は、人間は家の中にじっとしているより仕方がない。それでいて一日中夜なのであるから、ちょっと想像しただけでも大変な話である。北海道くらいでは、まだまだ寒い国の仲間入りはできないわけである。自然条件がそのように極端に悪い代わりに、
設備の方はさすがにアメリカだけあって、十分に行き届いている。大学は町から5マイルも離れた荒野の真ん中にあるので、学生は全部寄宿舎には行っている。教授たちにももちろん感謝がある。もっとも感謝はまだ十分でないので、次々新築しているそうである。今度の新研究所の裏にも、立派な感謝が露地建造りかけになっていた。ちょっと覗いてみると、基礎は全部できていた。床が8尺くらいの高さで、半地下式になっている。この部分はコンクリート造りで、この一階が倉庫、乾燥室、ボイラー室になっている。その上に丸太組の木造の平家ができるのだそうである。一般の住宅も、大体こういう調子になっている。大抵の家の台所は、全部電化されている。ピカピカ光った電熱料理コンロと、真っ白に塗装された電気冷蔵庫とがあるだけで、きちんと片付いた台所である。今の時期では、どこの家へ行っても、よく冷えたビールをその冷蔵庫の中から出してくれる。北極に近いところで完全な文化設備を持った家で生活してみたらという夢は、もうほとんど実現しているわけである。フェアバンクスではまだ都会の匂いがするが、北郡広敷市のポイントバローなどでも、こういう設備があるそうである。そして真夏の7月でも、ポイントバローでは、氷山がまだ海岸に迫っているという話であった。ポイントバローといえば、フェアバンクスの気象台で、予報係のリンドレイ氏から、驚くべき話を聞いた。それは北極までの気象観測飛行を、1日おきに定期にやっているという話である。B-29 を使って、フェアバンクスからカナダの北郡広敷市に飛び、そこからまっすぐに北極の上空に達し、ポイントバローをめぐって帰ってくるのだそうである。18時間かかるこの定期飛行を、冬の間も欠かさず、年中やっているという。もう十数年前の話であるが、ソ連のブオドブイアノフが、北極飛行を観光した時には、いかにして夢が現実となったか、と、世界中が騒いだものである。全く覚醒の感に打たれざるを得ない。アラスカは、近代的な文化設備と、自然の脅威との戦場である。野外観測所からの帰りに、ノーケ博士の車でフェアバンクスの繁華街へ出た。デパートの前でちょっと車を止めると、打ち合わせがしてあったものと見えて、ノーケ夫人が買い物の大きい包みを持って乗り込んできた。今夜は外で妻と夕食をする晩に当たっているのだが、一緒にどうですか、と勧められたので、遠慮なくご馳走になることにした。アラスカはもう何年になりますか、と聞くと、2年半。もうたくさんです、と。夫人は噛んで吐き出すような口調で言う。ノーケ博士のまさには仕事があるが、夫人にしてみたら無理もないことであろう。なんとかいうネオンサインの文字の出ているカクテル、バーに入る。外は明るくても、時間になるとネオンサインをつけるところが面白い。その2階へ登っていくと、窓を全部閉めて、真っ暗にしてある。そしてほの明るい程度の蛍光灯のスタンドが、卓の上だけをわずかに照らしている。ノーケ博士はマンハッタンカクテルを注文しながら、1週間に一度こうして、妻と外で夕食をするのだ、と説明してくれた。話はすぐ真面目な話になって、東京の進駐軍に対する日本人の感情の問題、
最近の共産党の動き、戦後の浸透の状態などについて、いろいろ聞かれた。浸透はほとんどなくなっている。もっとも浸透というのは、西洋人のキリスト教のような意味の宗教ではない。日本人の大部分は仏教徒で、その家に同時に神棚があった。その神棚がなくなっただけのことだ、という話をした。多神教というのとも少し違うし、僕にもよくわからない。というと、それは初めて聞いた。面白い話だ、と喜んでいた。神道、神風、特攻隊というものを、一連の連なりの下に考えてみると、神道のその後というものに関心を持つのが、考えてみれば当然である。カクテルを済ませて、下の食堂へ降りてみると、夜が明けたように明るい。一時間ばかり人工の夜を味わったわけである。食事を簡単に済ませて、自動車で街をぐるぐる回り、いろいろ説明をしてくれた。初期の移住者の丸太小屋、中期の住宅、戦後急激に膨張したおびただしい住宅街などが、一度に見られるので、非常に面白かった。アラスカの動きがよくわかるような気がした。10時過ぎになって、と言ってももちろん昼間であるが、ワイラー氏という変わった人の家へ連れて行かれた。ワイラー氏の話は、次に紹介しよう。それからまた最近ポイントバローから移ってきたジャギー氏という人の新築の家を訪ねた。台所と今と食堂とお金体質は一足の壁が一枚ガラスになっている明るい部屋である。それに小さい寝室が一つついただけの家であるが、電気冷蔵庫と電気料理器と流し兼調理台とが、真っ白に光っていて、いい装飾になっている。主人は、アラスカ物語。の経験を早く卒業したという風に見える男である。今は小型飛行機を乗り回すのが道楽だという。少しゆっくりしていたら、一旦ちょっと沈んだ太陽がまた出てきたので、慌てて自居した。変わった話、自動車で住宅街を走っているうちに、ノウケ博士は、ちょっと車を止めて、珍しい男に紹介したいが、入ってみる気はないか、という。芝生に取り巻かれた美しい小型の住宅の前である。その芝生の中には、ムースの角が一組になったまま転がっている。そして子供が一人、裸のまま、砂場で遊んでいた。ノウケ博士は、その子供に、お父さんはいるかい?と声をかけながら、どんどん玄関の戸を開けて入っていく。そして私を促しながら、さっさと地下室の方へ降りていった。地下室といっても、半地下室であって、天井も十分高い。その中の一室で、この家の主人公、ワイラー氏が大きいリュックを前にして、いろいろなものをいっぱい散らかしている。魚釣りに行く準備だということはすぐわかった。ワイラー氏は六尺一、二寸の長身で体が鹿のようにしなやかである。一目でスポーツマンと知られる身のこなし型の紳士であった。いろいろなものを乱暴にリュックに放り込み、最後に緑色のゴム長をぐうぐう詰め込んで、さあこれでよしという格好で、隣の室へ案内してくれた。ここが先生の仕事場さ、と、ノウケ博士は私の方をちょっと振り返り気味に言う。壁いっぱいに野獣と魚の絵とを張り込んだ部屋である。真ん中に金床が一つ置いてあって、その周囲にはいろいろな金工具が散らばっている。そして壁に沿った長い卓の半分は、
釣り竿だの、釣り道具だのでいっぱいである。残りの半分は、鉄砲と火薬類の缶とがずらりと並んでいる。明日釣りに出かけるので、こんな始末で失礼、と言いながら、この家の主人は、釣り竿を金属製の筒に入れたものを、6本まとめて縛っていた。釣り竿はジュラルミン製であった。人渡り片付いて、上の応接まで、夫人に紹介された。ブロンドのなかなかの美人である。缶詰のビールの口を切り、缶ごと皆に渡しながら、その夫人は、これがアラスカですよ、と宙を入れてくれた。冷やいそのビールの缶を手にしながら、この家の夫人は農家夫人と、こちらは男たちに人だけでそれぞれ話し込んだ。話はなかなか面白く、それに知識が驚くほど正確である。もっとも前に地理の教授をしばらくしていたというのだから、その方面が特にしっかりしているのも無理はない。今は土地の管理人をしながら、狩猟刀を釣り刀やっているが、その方がすっかり本職になってしまったらしい。そして時々雑誌に寄稿などもしている。ところで、ワイラー氏の話であるが、何よりも話の桁が全て違っているので、少し度肝を抜かれた。あなたも明日帰りますか？それではちょうどいいから、アンカレージまでご一緒しましょう、という。どこへ行くのかと聞くと、アラスカ半島の方へマス釣りに行く、という。そして棚から大きい地図を取り出してきて、それを床の上に広げながら、話を続ける。イリアムナコのところを指して、ここのイギギクを中心にして、周囲の小宅地方を、肩が立つって歩くのだ、と説明してくれた。大変な距離で、汽車などもちろんあるところではない。聞いてみると、アンカレージで水蒸気を雇って、イギギクまで飛び、そこを根拠地にして、方々の沼へ着水して釣り歩くのだそうである。さすがに少しあっけに取られていると、天然色写真をたくさん持ち出してきて、見せてくれた。なるほど赤い小型水蒸気を使っている。釣り上げた大きいニジマスが、真っ赤な筋を見せて並んでいる写真もある。少々恐れ入っていると、こんな小型機だと、1時間35ドルから50ドルくらいだが、2つエンジンの大型機だと、1回500ドルくらい取られる、と。平気な顔をして説明してくれた。農家博士はよく知っていると見えて、少しも驚かない。冬は狩猟、夏は魚釣りがこの男の食用さ。そして時々フィッシュ、ストーリーをマガジンに書いているんだよ、と宙をつけてくれた。芝生にあったムースの角も、あなたが取ったのですか、と恐る恐る聞くと、あれはこの冬のだ。昨年の冬は2頭用ったが、という。ムースというのは、米州では一番大きい獣で、肩のところで6フィート以上もあるそうである。肉は冷蔵庫に預けておいて、時々少しずつ取り出してきては食っているが、まだだいぶ残っているという。人とせにムースが1匹食えますか？と聞くと、犬に大部分やるさ。僕が食うのは、いいところだけだ、と済ましている。そのうちに雪の話になった。今までだいぶ圧迫されていたので、雪なら日本が一番ひどいでしょう。本州の北海岸では、5メートルくらい積もるところが珍しくないという話を持ち出した。そしたらアラスカの第一区、カナダの太平洋岸、のアイスキャップ、万年雪で覆われている地帯では、1回のストーム20メートル積もることがあるという、
それは局部的な吹き溜まりでしょう。と聞くと、氷管といっても、面積は日本の本州の半分くらいはあるだろうかな、と言いながら、地図帳を持ち出してきた。そんなにはない。北海道くらいの面積だ、と言って、地図を見せてくれた。今まで日本で、若い学生たちに、世界を見る目が大切だ、などと話していたのは、少々冷や汗ものである。どうも世界は広大なものだと、つくづく感心した。北陸や北海道の雪も、これからはあまり自慢しないことにしよう。翌朝約束通りに、12時に飛行場の待合室へ行ってみたら、ワイラー氏が、リュックだの、トランクだの、釣り竿の筒の縛ったのだの、7個ばかりの大荷物を抱え込んで、すまして腰をかけていた。夫人も見送りに来ていて、昨夜は失礼しましたというような意味の挨拶をされた。この挨拶だけくらいが、ちょっと日本と似ている話であっ